だっ暗いロマン技。お前さ、ネスはもう攻略したっつったよな俺。もうお前の技ばっかり優遇されてんだよな。ほら、バカんだな、バカんだれ。まだお前はここに来るべき人間じゃなかった。ほらほら、お前はまだここに来るべき人間じゃねえからだよ。はい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 、オッケー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 。はい、空母です。おい、なんだ今の間は、今の間はなんだ。いやいや、全然いい全然いい。悪く思うな。何、うわー、何。なるほど。お前を見くびったよ俺は。はあ、くそ、打点がねえ、打点がねえ。お前あー、もうそれそれやられた。おい、もう、ああ、さあさあさあ、ワンちゃん、ワンちゃん。よしよしよし。ああ、リスク取るな、リスク取るな、リスク取らんでいい。でかい。ああ、ああ、リスク取るな。あぶねえ、え、ああ、もう、でも進次郎大好きって言ってくれてるから、もう許してあげようか。なんだっけ、勝ちに偶然の勝ちありみたいな、勝ちに偶然の勝ちあり、負けに偶然の負けなしっていうさ、
野村克也の名言があるんだけど、それぐらい負けっていうのは偶然、勝ちっていうのは本当にさ奇跡のようなものなの、わかります？なのに、かなんでこんなかっこいい BGM なの、これこれ最終回、最終回みたい。やべ、集中力切れてきてる。あおい、ちょっとこの人ね、様子おかしい。ねえねえ、ずるいよもう。なんなのこいつ。ああもう、ちょっと待って、もうやばい、ちょっと待って、今見れない相手を。出たー、もうそれマジ世界一俺が嫌いな技だから。ここで、あれを。うわー、あーもう、うわー、ちょっとホラーうぜー、マジで。なんか火力高くねえか、この女。あーもうガードしたんだけどな、今。いや、今ガードしてんだけどな、桜井さん。見えないか、そこ。そこ見、そこ見てくれない。そこ見てくれないか。オッケー。わかった。いや、違う、そこ掴みじゃねえだろ、どう考えても。あー、もう、ダメだよ、それ。いやー嘘だよ、ちょっと待ってよ、そんないじめしなくてよいや。おー、俺死に物狂いでやったぞ。おい、そんな仕打ちある、ここで。あーマジか。あーごん、うわー、ここでそんな仕打ちされるんだ、スマブラって。ひでえな、マジで、マジでひどい。そこまでする必要あったかな。よし、楽で死ねえよ、お前。めんどくせえから。あー。オッケー。当たったんちゃう、クーマイ。おい、クーマイ、当たったことにしてくれよ、今のは。賄賂でも何でもいいからさ。おい、くそ！ムーンサルト、ムーンサルト、死ね！あー、くそー、当たらない、なんで当たんないの、嘘だよ、おい、ずるじゃん、こんなの。くそ、マジかよ。頑張ってなんとかなるゲームじゃない。は？謝ってくれ、桜井さんに。桜井さんに謝ってくれ。なんだその才能、才能がないから諦めろみたいなさ。あー、それ振り向かないとダメだよ。意外とあの振り向きがマジ無人だよ、わかる。なんだ、あれスーパーアーマーついてんのこいつ、バカやん。新しい技術は、新しい技術はすぐに使いたくなるんで。
それは許してほしい。まあ、もうな、もう、あんなんたまたまやん。なんがおもろいあれ。あー負けたわみんな、ごめん。あーなんで死なねえんだよそれで。私の動きを真似てヨガのポーズをしましょう。あーもう勝てんくなったんだよ。なんでお前の方が早いんだって全部が。ああもう、ああもう無理だわ、勝てねえ。私の動きを真似てヨガのポーズをしましょう。あーくそ、かかとと手を床に移動してそのままオゲ、うまい、マジうまい。さあここよ。ああ、これクソ強くね。これクソ強くない。何あの技、あのチート。あ、何このジャンケンじゃん、ガノンでジャンケンじゃん。これはしゃあない。あーくそ、うわーこいつちょっとタイミング、うわー終わった、ごめん負けた、もう、あーまた負けた、もう。あーてめえ、最後も最後にマジ死ね、こいつなんなんお前、いい勝負できたと思ったのに最後の最後に裏切りやがったな、マジで。